ジョシア・レノルズによる、肖像画、第2代ハリファックス伯爵ジョージ・モンタギューイコールダンク、1716年10月6日1771年6月8日は、イギリスの政治家、貴族。1739年まで、サンベリー磁爵の儀礼称号を使用した。ハリファックス伯爵と二人の秘書、1765年、1767年作。 初代ハリファックス伯爵、ジョージ・モンタギュルと二人目の妻、メアリー・ラムリーの息子として、1716年10月6日に生まれた。イートン・カレッジで教育を受けた後、1734年2月4日に、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学した。1739年5月9日に、父が死去すると、ハリファックス伯爵の爵位を継承。 同年にブッシパーク管理官に任命された。貴族院議員に就任した直後に野党に加わり、1742年10月に王大,大使フレデリック・ルイスの進出自住に任命された。しかし、1744年にヘンリー・ペラブ内閣と和解してバックハウンド管理長官に任命された。1745年ジャコバイト法規では一個連隊を招集し、9月には ノーサンプトンで演説して、ジェントリーに政府側につくよう呼びかけた。同年10月4日に陸軍大佐に任命され、実際に軍務につくことがなかったにもかかわらず1759年2月4日に少々に昇進した。1746年6月に南トレント巡回裁判官に転じ、1748年秋には第一商務協に就任。 1749年1月11日に、スユミツ顧問館に、1749年11月に、ノーサンプトンシャー党館に任命された。また、第一小務卿の在任中に、ノバスコシア植民地の主婦設立に貢献。主婦の名前ハリファックスは、ハリファックス伯爵を記念して1749年に、名付けられたものである。 さらに西インド諸島の植民地を商務委員会の管理下に置こうとし、西インド担当国務大臣への就任を目指したが、常時2世に拒否され、1756年6月と1757年6月に辞任した。その後、第二次入荷する公爵内閣期に当たる1757年10月に閣議入りを果たした。1761年3月に、 アイルランド総督に任命され、10月にダブリンに着任した。1762年2月、アイルランド議会が総督の給与額を毎年12000ポンドから16000ポンドに増額したが、ハリファックス伯爵は自身が増額した給与を受け取らず、増額がハリファックス伯爵の公認から発行するようにした。また、 1762年6月から10月にかけて海軍協を兼任した。ビュート伯爵内閣の下で1762年10月に北部担当国務大臣に任命され、その後継であるクレンビル内閣でも国務大臣に留任した。1763年、ジョン・ウィルクスへの捜作令状に署名した。1764年4月23日にガーター勲章を授与された。 その後、1765年7月に辞任したが、1770年1月に、ノース内閣の王子召書になり、1771年に、北部担当国務大臣に転じた。北部担当国務大臣に転じて間もなくの1771年6月8日に、死去、ホートンで埋葬された。後継者がおらず、借位はすべて断絶した。 1741年7月2日、アンダンクと結婚三条を設けた。この結婚に伴い、ハリファックス伯爵は生にダンクを加えた。また、愛人にアンナ・ホルクナーというドルーディ・レーンの歌手がおり、二人は初出の娘、アンナ・マリアを設けている。ありがとうございます。